アジングをスタイリッシュに楽しもう。これが私たちが目指している YouTube です。数多くある釣りの中でもアジングってとってもスタイリッシュで綺麗な釣りだと感じています。ロッドやリールの光沢、ジュエリーのようにカラフルなワーム、常夜灯が船を照らし海がきらめく。アジはまさに銀鱗、朝日は眩しく夕日はドラマティック。私はアジングとその環境を含め全ての映像をスタイリッシュに綺麗に編集したいと思っております。今まで YouTube を配信してきて、皆様から多くの応援や温かいお言葉をたくさん頂戴してまいりました。本当に制作してきてよかったと思っていますし、また何より励みになります。そんな中、私たちにとって大変嬉しいご質問をいくつかいただきました。動画配信にあたって綺麗な動画ですが、どのような機材でどのように編集や撮影をしているのでしょうかというご質問です。それに近似したご質問も多くいただきました。嬉しいですね。そこで今回は私たちが使っているカメラや、あるいは編集にまつわるものに関して、少々ご案内をさせていただこうかなと思っております。それでは行ってみましょう。まず私たちの動画制作において重要なファクターが2つあります。1つ目が、動画を編集するための PC ですね。そしてもう1つが、カメラになります。カメラは今ここで撮影しているので後ほどご案内いたしましょう。まずパソコンの話から進めていきたいと思います。これは MacBook Pro の13インチ、インテルが入っているモデルになるんですけれども、このパソコンがですね、不慮の事故に遭いまして、というのはうちの猫が水をジャバッとかけちゃったんですね。その後ファンの動きがもう異常になってしまって、その故障が原因で新しくパソコンを買うことにしました。そして買ったのがこちら、MacBook Pro の14インチ、今話題の M2 ではなくてですね、M1 Max のアップルシリコンを搭載したモデルになります。スペックは、こちらにご覧になっている通りになります。実はこれを使っても YouTube を作り始めているんですけれども、今までの MacBook Pro ともう断然違うなというふうに感じるのが、そのパワーですね。パワー、もうチッとやそっとの動画をこの中に落とし込んでもですね、ファン全然回らない、静かなままです。前のインテルモデルの時はちょっと重い動画を入れるともうわーってファンが回ってたのがよくわかるんですけど、こちらはもう全然びくともしない感じですね。私はカスタムをしましたけれども、これからパソコンを探している、YouTube の配信動画編集のためのパソコンを探しているよという方であれば、話題の M2 搭載の MacBook Air、 MacBook Pro、 これも非常にいいパワフルなモデルになってるんじゃないかなというふうに思います。編集ソフトはですね、ダヴィンチリゾルブだとかプレミアプロだとか、非常に優秀で魅力的なソフトがたくさんあるかと思いますけれども、私はファイナルカットプロを導入しています。理由としては、私が非常に映像制作の中で影響を受けた動画クリエイターさんでウッシーさんという方がいらっしゃいます。またファイナルカットプロは買い切りなんですね、サブスクじゃないので、そういった意味でも導入しやすかったというのが理由になります。そして私たちの YouTube のもう一つの重要なファクターはカメラになります。撮影についてですが、私たちが一番気を使っているのは光源を使わない撮影です。アジングといえば、主軸の時間帯っていうのは暗くなってきた夕方から、あるいは朝まずめといったところになりますでしょうか。暗所撮影が主軸になるということになります。これで非常に悩んでらっしゃる方も多いかと思いますし、これに関してのご質問をいくつか受けています。
夜とはいえですね、他のアングラーさんたちとご一緒させていただきながら撮影をするということになります。しかしですね、 YouTuber ならストロボを焚きっぱなしで撮影してもいいなんていうことは絶対にありません。他のアングラーさん同様の条件下でですね、映像としては色を出したいということになります。ここに関しては、YouTube 配信をしている方だと思いますけれども、どうやって夜間色を出してるんですかというようなご質問は多くいただきました。私全く照明を使わないというわけではありません。私すごい目が悪いので、糸を結んだりだとかワームをつけたりだとかっていう細かい作業をするときはで照明をつけたりすることはよくあります。ただですね、その照明をつけっぱなしで撮影をするということは、私たち配信当初からそれは絶対しないでおこうというふうに守ってまいりました。なるべくですね、周囲の方や環境に配慮しながら撮影を行っていくということを心がけてきました。まだまだですね、足りないこともたくさんあるかと思いますし、何かお気づきなことがありましたらぜひですね、気軽にお声掛けください。一緒に楽しくアジングをさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。特に、こだわったのはレンズです。アジングは暗所撮影がメインとなりますので、光を多く取り込めるようできるだけ F 値の小さいレンズが必要となります。その結果、一眼レフカメラと単焦点レンズの組み合わせが夜間撮影にマッチしているという結論にたどり着いたんですね。撮影機材もお金があればいくらでも高いスペックを積むことができると思うんですが、いかんせん私たちサラリーマンですので、私たちが使っているのはソニーの α7C というモデルになります。エントリーモデルとなります。ちなみに暗所撮影で非常に有名なソニーのモデルと一眼レフといえば α7S3 ですね。非常に人気の高いモデルだというふうに聞いています。しかしですね、すごい高い笑っちゃうぐらい高い。これより高いですね。このパソコンより高いです。なので残念ながら我が家としては予算オーバーでした。撮影方法としては三脚固定になります。パッカンを重りにしないとバッタンということになりますし、実際この子はそれで倒れてですね、修理に出ています。保険に入っていたのでセーフっていう感じでしたけれども、自然の中で撮影をする場合は本当に何が起きるか分かりませんし、潮の影響もありますので、保険は入られておいた方がいいかなと思います。じゃあどんな風に撮影しているか、その時その時ちょっといろいろ考えながら、どんな風に映したらいいのかとか思いながらやってます。カメラをまたいで釣ったりしてますね。だいたいマリックさんの時と普通にこう釣って終わりなんですけど、私が行くとどうしてもこう、皆さんにお伝えすることが多くなることもあって、そうですね、自分一人で喋ってると思います。なので、意外と恥ずかしくて、こうなるべく人のいないところで、喋ってる。それで先ほど言いました通り、これ暗所撮影のができる、そのため F 値、1.8 っていうレンズを使ってるんですけれども、僕はもうちょっとこう明るいカメラが欲しいな。2人ともサラリーマン家庭がなかなかそうはいかないんですけれども、一番困るのがやっぱりこう夜ですので、自分が映ってるかどうかがちょっとわからないんですよね。これはアジングにおいてはもうポイントとしても必須なんですけども、やはり常夜灯の明かりがあると非常にこう撮影がしやすいですよね。デーゲームが成立するのが一番いいんですけれども、やはりちょっとそれは厳しいことはあります。一晩中港を駆けずり回ってますので、実は冬でも汗かいてやってますアジングのいいとこって結構道具が少ないっていうんですかね、軽いっていうのがいいんですけども、 YouTube やってるとなかなかそうはいかないですけどね。あとやっぱり嬉しいのはこう見てくださってる方に声かけられる、これはやっぱり嬉しいですよね。ありがとうございます。なんですけど、See you。またサイドカメラとしてですね、Vlog 用のカメラ、あるいはジンバル付きの簡易カメラ、アクションカムなどもインサート用の撮影に使っていますが、これらは基本的に暗所撮影に適していないため、
表現力を拡張するためのサイドカメラとしての役割になります。概要欄をご覧いただきますと、私たちが使っているカメラの一覧をご覧いただくことができます。今ですね、一番欲しいのはドローンですね。これにおいても暗所撮影は少し苦手なカメラとなりますので、私たちのカテゴリーとしてはサイドカメラになるのかなというふうに思っています。ただドローンは表現力が圧倒的に拡張しますね。非常に魅力的だと思います。なので、主軸としては一眼レフカメラと F 値の小さい単焦点レンズと、この組み合わせがベストマッチというふうに考えています。なるべくノイズを乗せずに、ISO感度を上げずに進めればいいかなというふうに思っているんですけど、実際のところは色合わせで、少しいじってしまったりだとか、ノイズノリノリの状態で皆さんにお届けしているかもしれません。それはもうカメラの限界なんで許してください。そしてクールな映像が撮れたら、アングラーの気持ちを乗せる音楽を使いたいですね。私たちはロイヤリティフリーのダウンロード無制限のサイトから、アートリストというサイトからダウンロードして使っています。もちろん YouTube の中にはですね、無料で使える音源がたくさん用意されていますので、そういったものをお使いになるのもいいかもしれません。フランス料理ではないですけれども、綺麗な動画素材を快適な音楽とカラーグレーディングをほんのり添えて、皆様に映像でアジングをお楽しみいただけたら幸いです。ざっと私たちがアジング Vlog を撮影するためのギア、それから編集をするための PC についてご案内してまいりましたが、皆様の目にも私たちの動画がスタイリッシュに映っていることを願っています。ところどころ潜んでいる隠れギャグや隠れキャラもぜひ探してみてください。他にも何か気になることがありましたら、コメント欄に記入してください。なるべく分かる範囲内でご案内をさせていただければ幸いです。それでは今日はここまで。次回は海でお会いしましょう。 See you!